出してみて、反対足が、足はいいよね、上半身グッと固めて、ダイエットは何キロから何キロまでやったの？ラグビーやった頃は95ぐらいあって、そこから10キロぐらい落としました。85、はい、ダイエットきつかったわけ？ダイエット、いやまだそんなに、もう本当に軽くみたいな感じなので、全然そこまできつくはなかった。ちょっとボディービュー、タイプの足だったらね、出れないことはないですけど、出てみたいって気持ちもあるんでしょ？まあちょっとあります。絞れるかどうかが。そうですね、あんま自信はないですね。まあ、どんな体になるか試してみたい気はするんでしょう。それはありますね。今24歳。24歳です。偏差値が高い大学だからですね。だからいろいろ話してても、まあ、詳しいっちゃ詳しいよね、結構ね。ただあのボディビル競技が分かってないからね、まだね。まだ全然です。まあでもチャレンジしてみたい気持ちもあるんでしょ。まああります、ね、何がいいって、うちの YouTube をちゃんと見てるってのがいいね。全部いいね、ボタン押してダブルバイとかできる。いや悪くはないですよ。こっち後ろ来るんですよね。こう後ろ来るんですね。肩もあるからですね。まあちょっとポーズがおかしいですけど、まあ このよう出てますよ。こうちょっと全くこうですね。まあ、ポーズ取れないのはあれですけどね。まあフロント向いたらですか。フロント。こうでダブルバイ行きます、ね。悪くはないです。二頭筋の形なんかいいですよ。いやすごくいいですね。二頭筋から肩にかけてすごくいいですね。自分の体は客観的に見なきゃいけないからですね。でまた次来た時、ものすごい体なんだとって、これなら出るべきやろうってのはどうですかね。そうなるのが一番でしょ。あのそうなるのがベストですけど、そこまでは期待されない方がいいです。いやいや、でもトレーニングするわけでしょ。トレーニングはちゃんとします、ね、ちゃんとするなら変わる可能性あるじゃないですか。君子豹変数知ってます？これ意味知ってます。どんな意味？賢い人は変われるって意味なんですよ。だから君賢いから、あの変われるでしょ。だから筋トレも賢ければ変われるんですよ、あの間違ってなかったら、はい、君子豹変数だから一番1ヶ月後はものすごく変わってたらいいじゃないですか。いや変わってたらいいですね、はい、だから賢い人はどんどん変わっていけるじゃないですか、はい、じゃあ体も変わる予定ですよね。変わりたいです。まあ、こんな取り留めのない話しましたけど、いいねボタンもしますよね。いいねボタンは絶対押します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。